それではただいまより第1回深夜のおしゃべりパーティーを開催します。徹夜で進めてた研究を放り出してきてるんすよ。無駄な話は勘弁す。まあまあ、もうすぐ肩を並べて戦うかもしれませんし、玉木さんはみんなと仲良くなりたいんですよ。いろんなデータを見て玉木さんのことは十分知ってるっす。所詮データでしょ。紙に書かれたデータだけで女の子の全てを理解できるっていうの？私がいびきをかくとか無遊病になるとか分かっちゃうかもよ。マジっすか。寝てる時に起こされたくないんすけど、せめて貴重な睡眠時間くらいは静かに休みたいっす。さっきから言いたかったんすけど、アルビトさん、こういうの慣れてないなら無理しなくていいんすよ。構わん。ナビゲーターが公認し、予知能力者が主催するパーティーだ。何か面白いことが起きるかもしれん。まあそうっすね。予知能力者と交流できる機会なんてめったにないっすから、実験のいいサンプルにもなりますし。みんな私と友達になりたいんじゃなくて特殊能力に惹かれてここに来たの？そんなことないもんね。ドロちゃんは私の期待を裏切らないもんね。ドロちゃんって、私のことですか？そうですね、私は玉木さんと仲良くなりたくてここに来ました。でも予知能力に興味がないわけではないですが。泣きそう。だがこうして我々を集めたのは、貴様の能力と何か関係があってのことだろう。ある目的を達成するために己の価値をアピールしたい。違うか？当たり。会議の後ナビゲーターに言われてもう一回予知をしたの。見えたのは巨大な隕石。恐ろしいほどの速さで降ってきて、私たちはほぼ全滅していたわ。この災害を避けるためには出発の日をずらせばいいだけよ。これは今回の作戦を成功させるための第一歩なの。やっとまともな話をする気になったか。しかしそれが貴様の見た未来だというのなら、貴様は失望することになるだろうな。私の予知が外れることなんてないわ。無造無造ではあったが、作戦を失敗させるほどの隕石であればアイギスの連中に必ず報告が上がるはずだ。災害をもたらすほどの隕石なら観測は可能だからな。そんな、知らないことが多すぎる。今回の作戦を成功させるための第一歩がこれでダメになっちゃうの？貴様の弱点は情報の少なさだ。そしてその弱点を克服するために我々がここにいるのだ。なんでそれを？会議の後、貴様の第三段階の実験についてステファニーから報告があった。貴様も我々の情報を受け取っているはずだ。本当？全然知らなかった。マジっすか。知らないでアルビトさんを呼んだんすか？言っときますけど、アルビトさんは有名な。余計なことは言うな。スクモ玉木、貴様の能力については認めてもいいが、貴様自身を認めたわけではない。故にチャンスは一度だけだ。わかった。我の機嫌が悪くなる前に知りたいことがあれば聞くがいい。こう見えていろいろ準備してたのよ。それじゃ一つ目の質問よ。もし戦場で死んだら私に何をしてほしい？悪魔っすか。一問目からこんな残酷な質問をするなんてひどすぎるっすよ。
弱点克服どころか最悪の事態になりそうっす。パジャマパーティーだから片思いの相手はみたいな恋バナだと思ってたんですが。そんな質問するまでもないじゃない。みんなダーリーに決まってるでしょ。そんな、私たちはドライバーですから、ナビゲーターさんと恋愛だなんて恐れ多いです。負けヒロインレベル5ってとこね。少女漫画に出てくるちょっと気弱でお人よし、みんな平和で仲良くしてほしいっていう妹キャラみたい。みんなの笑顔のために自分を犠牲にして、その犠牲に気づいた彼氏が彼女のことを好きになっちゃうってやつ。もし奪い合いになったら真っ先に身を引くタイプね。でも彼氏が何か反応を見せてくれたら勇気を出して告白するつもり。それもまた違う魅力があっていいんじゃない。そんな結構鋭いっすね。なんか変なスイッチ入っちゃったっすか。クリスティーナさんは、私がどうかしたっすか。負けヒロインレベル23ね。他の子が恋愛成就する頃に自分の気持ちに気づいて争いに参加してくるタイプのキャラよ。その負けヒロインレベルって一体どこまであるんすか。悪いんすけど、私にはもっと大事なことがあるんで。みんながあなたのダーリンを好きになるわけじゃないっすよ。でもタマキさんには未来が見えるんじゃ。でたらめっすよ、誰が誰を好きになるなんて。当たり。今のは全部ただの勘よ。予言キャラにそれを言われるとこっちもびっくりするんすよ。勝手に人のプライベートを覗くなんて失礼なことはしないわ。未来っていうのは乙女のベールみたいにちょっぴりミステリアスでなくっちゃね。そうでしたか。さっきのは未来の出来事じゃなかったんですね。ほっとしました。アルビトさん、どうかしたっすか。さっきから黙ったまますけど。無関係の話題に口を挟む必要などあるか。なんと、さすがヒロインレベル31。強気な発言ね。手強いライバルだわ。ま、とりあえずこの話は置いといて、最初の質問に戻るわね。あの不吉な話をまだ続ける気なんすか。私が死んだら、そうね、私の遺骨を銃弾にしてダーリンに渡してちょうだい。ヤンデレヒロインすか。愛が重すぎるっすよ。よかったらみんなにも分けてあげるわよ。超能力者の遺骨か。研究としてもコレクションとしても価値がありそうだな。アルビトさん、本気にしちゃダメですよ。はいはい、喧嘩しないの。ちゃんとみんなの分はあるから。サンズの川のお土産よ。実家のお土産みたいに言うのやめてくださいよ。怖いじゃないすか。そうですよ。どうして遺骨を中断になんて、なんか怖いです。私はその銃弾でダーリンに未来をもたらしてあげたいの。未来も何もプレッシャー半端ないっすよ。じゃ次はクリスティーナさんの番ね。私っすか。そうっすね、多分戦場では死なないけど、実験室の中で突然死するんじゃないっすかね。冷静に分析しすぎじゃない。じゃあ死んだ後に叶えてほしいことは。できるだけ早く私の死体を見つけてもらって、できれば1分以内に私の脳を保存してもらいたいっすね。おい貴様。で、開発中の装置で損傷した器官を取り替えてもらって復活させてほしいっす。
まさかの復活。死んだ後の望みが復活だなんて、そんなのチートじゃない。チート、あなたに言われたくないっすよ。誰だって死にたくないのは普通っす。それに復活できれば24時間仕事し続けられるんすよ。最高じゃないっすか。ド M、 24時間仕事したいだなんてド M だわ。人類の限界を超えて食事に無駄な時間を費やす必要もなく、普通の研究員より6時間も多く研究できるんすよ。それを考えただけでもうゾクゾクするっす。しかしそれではもはや人類とは呼べぬぞ。あやつらと何ら変わりはない。もちろんそのあたりの覚悟はできてるっすよ。敵を倒すためにあやつらになることを選ぶのなら、凡人の奇跡と言えるだろうな。貴様にそんな考えがあるとは意外だったが、次は我の番だな。ぜひ聞きたいっす。我の PC にある全てのアカウントの検索記録とブックマークを削除してもらいたい。そして我に関する全ての設備をミサイルで撃破してくれ。なんでそんなこと。万が一よからぬ輩の目に触れればアイギスは滅亡するだろうからな。一体どれだけヤバいものが入ってるっていうの。アルビトさんこそ何か企んでるんじゃないですか。ステファニーさん、ここにアイギスを滅ぼそうとしている人がいるっす。早く来てくださいっす。ステファニーも私の協力者だ。はあ、アイギスはもう終わりっす。でドロリスさんは。私は特にこれといった望みはありません。家族が必要以上に悲しまなければそれで十分です。そして皆さんが私のことを忘れないでいてくれたら嬉しいです。もちろん私も忘れませんよ。たまに思うんです、もしも幽霊になって皆さんの前に現れても誰も私のことを覚えていなかったら少し寂しいなって、まあそうね、私もダーリンに忘れられちゃうのは嫌だから記念品を残したいの。じゃあ次行くわよ。次のお題は誰も知らない秘密ね。まず私から。みんなダーリンが普段どんなパンツを履いているのか知りたくない？そんなの知ったところで何になるんすか。それにさっき勝手に人のプライベートを覗くようなことはしないって言ってたじゃないですか。これは未来の私が目撃した機密情報よ。自分の体で体験したんだもん、間違いないわ。